連続テレビ小説「おむすび」予告あらすじネタバレあり第8週「さよなら糸島」「ただいま神戸」11月18日月曜日から11月22日金曜日までの放送分。新たなる挑戦の幕開け震災から12年神戸の町にはかつてのにぎわいが戻り人々の笑顔が再びあふれていたそんな街に新しい風が吹き込もうとしている 新しくオープンする店の前に立っているのは、我らが米田ファミリー、正人、愛子、そして結イ。そして、そこにわらわらと駆け寄ってくる面々がいる。まずは惣菜屋からパン屋に転身した佐久間三遣と夏美が現れ。三遣はパンで神戸の胃袋をつかむわ、と気合十分。そして、昔からの顔なじみ、洋蔵が米田の復活祝いじゃ。と駆けつけ。 みんなで新しい店の名前ヘアサロン米田の看板を見上げるその日サ人が開店準備をしているとまさかのサプライズ来客が大阪で社会人野球チーム星川電機に入社した庄也がスーツ姿で登場そしてイの父サ人に向かってまさかの告白をぶちかます自分はイさんと結婚を前提にお付き合いさせていただいております マサト、ゼック、お前、突然来てそれはないだろうエピソード1、栄養士デビュー、神戸栄養専門学校でのドタバタ。その後、ユイは気合を入れて新しい学校へ。髪もメイクもネイルもギャル全開のスタイルで神戸栄養専門学校の教室へ向かう。入学初日、教室で担任の桜葉町子先生の目が釘付けになる。あ、あんた大丈夫か そして、初めての自己紹介タイムが始まる。まずは不動産会社から栄養士の道へ進んだ45歳の森川学が、弱い45にして心は20代。とド派手に宣言。続いて、栄養で人類を救おうという壮大な夢を掲げる、ゆがみかすみが、世界を救う栄養士になりたいんです。と熱弁。さらに、スポーツ専門の栄養士を目指すクールな矢吹幸が、 矢吹幸、以上とそっけなく名乗り、教室は一瞬シーン。そして最後に結の番。付き合ってる彼氏がプロ野球を目指してるんで、彼を支えるために栄養のことを学びに来ました。と彼氏アピール炸裂で自己紹介。こうして、異色の4人が一緒に学び、実習班を組むことに決まった。エピソード2、栄養士デビューに立ちはだかる壁とライバルたち。ところが、 そんな甘くないのが専門学校生活。最初の調理実習で、担任の桜庭先生から、ネイルとメイクをすべて落としなさい、髪は帽子にしまう。と厳重注意が、結はギャル姿を封印し、ネイルを落とし、キャップに髪を押し込む羽目に。授業内容もハード、栄養学、解剖生理学、英語まで。結は必死についていくも、幸は無愛想で、 かすみも世界すくっちゃうわ。と妙なテンション。一方、栄養に無知だったユイは野菜の知識を駆使してメニューを考える日々。そんなある日、実習で豚肉と小松菜の甘辛炒めをメインにする献立が必要に。しかし、小松菜が売り切れ、そこでユイがスイスチャードで行くべ。と提案、無事に調理を終えるも、やはり班内の温度差はなかなか埋まらない。エピソード3 父、正人と渡辺隆夫との再会、そして頑固親父とのバトル。父、正人は昔の友人で、地震で亡くなった渡辺真紀の父親、隆夫が営む渡辺靴店を訪れる。しかし、震災でそのままになっている靴店の建て直しを市役所の若林が提案するも、隆夫は俺のこだわりなんだよ。と断固拒否。正 苦笑いしつつもこれが神戸流の生き方かと考えにふけるエピソード4栄養士養成の一環難題をぶつける鬼講師そんな頃、学校で石渡り講師が半分けを変更するかという話題に幸が変えたいですとじか談判かすみも賛成とノリノリしかし石渡り講師は社会に出たら好きな人とだけ仕事ができるとは限りません と一周それでも結は森川や霞と友情を深めるが幸は依然として距離を置いたままそんな中結は授業の合間に幸に栄養の知識を持ち寄り話しかけてみるものの帰ってくるのはそっけない不運の一言だが結は負けないあんたみたいなクール女子なかなかいないんだからと宣戦布告エピソード5最後に愛美のサプライズ期間 1>, 1ヶ月後、神戸に戻った結の家に訪れたのは、帰郷した姉の歩み、久しぶりの再会に家族全員が笑顔を浮かべ、糸島での出来事を語り合いながら、神戸での新生活への気合を入れる。結は新しい友人たち、そして家族と共に、波乱万丈な栄養士への道を歩み始める。第8週はここまで。 よろしければチャンネル登録と高評価もよろしくお願い申し上げます。